ウィリアム・ウィリアムズ・ウィリアム・ウィリアムズは、ウェールズの最も重要な賛美歌作者として、認められている。彼は、ダニエル・ローランド、ハウエル・ハリスと並んで、ウェールズ・メソジスト・リバイバルの鍵となる指導者の一人であった。今日、彼は、ウェールズで最も偉大な詩と賛文の作者だと、考えられている。ウィリアムズは1717 17年、カーマーゼンシャーに生まれた。家庭は、 日田教主義者であった。彼は地元で医者になるための教育を受けた。1737年に、福音的改革者、ハウエル・ハリスの説教を聞いたとき、変えられ、信仰的改心を経験した。1740年に、イングランド国教会の出事となり、牧師法に任じられた。しかし、彼のメソジストの働きのために、司祭としての聖職者暗衆を拒まれ、以後、 完全に、メソジストの働きにコミットした。彼は国を行き巡って説教し、多くの改心者を得て、メソジストのフェローシップ、聖ダウを確立させた。1791年に昇天した。彼のニックネームはパンティーザリンだった。また、賛美歌作者として、Y、パー・ギャニュディードと呼ばれた。ウィリアムズは、英語でも賛美歌を書いたが、大部分が、ウェールズ語で書かれた。 最初の出版は1744年である。カルバンハメソジストへの貢献は賛美歌だけではなかった。彼は、神学的、信仰的なテーマを扱った二つの長編の詩を書いた。ゴリュグ・アル・ディナズ・クリスト1756年は、キリストにある救いと神の恵みについて書かれている。バイウイド A、マルウリース・シオ・メンフォスは、 信仰的な改心の経験とクリスチャン生活についてのものである。また、ジョージ・ホーイット・フィールド、ダニエル・ローランドを含むメソジストとキリスト教指導者を追憶してエレジーのシリーズを書いた。ウィリアムはオリジナルの3文を書き、英語からの翻訳も言った。それは主にメソジストの集まりで使われた。また1762年のリバイバルの重要性を弁護し、 教えるための本を書いた。1762年のリバイバルは力強く、顕著な力の現れがあった。ウェールズのメソジストは、喜びのあまり飛び跳ねたため、ジャンパーと呼ばれた。結婚のガイドや会心者へのクリスチャン生活のガイドの本も書いた。ありがとうございます。